はい、皆さん、こんばんは。今日も始まりました。トゥナイト 5! ということでね、えー、このトゥナイト5という番組はですね、えー、月曜日から金曜日までの、えー、夜11時から12時までの1時間。 吉本興縄の若手芸人が日替わりでお送りするという番組になっておりますそして金曜日担当するのはですね吉本興縄ピン芸人の崎浜アックスとツーシームというコンビでございますけれども本日ツーシームがちょっと来れないということで急遽この方に来ていただきました。 どうも、同期のシーマン、どうもです。よろしくお願いします。本当にね、えー、<laughs> シーマンとサ酒マックスで、えー、お送りしようと思ってるんですけれども。えー、っとね、われ二人でやるとですね、えー。結構暗い番組になるという噂がね。<laughs> 多々ありますのでね。ひょっとしたら、今日 c m エム十回ぐらいいくと思いますけれども。皆さん、その辺はご了承ください。よろしくお願いいたします。ね。 シーマさんぎりぎりできましたけれどもねちょっと車止められなくて <laughs> 真面目だからね真は、ね、真面目だからだちゃんとしたとこ止めたいもんねシーマンね、はいうん、いいですよ、はい、大丈夫ですかシーマンさん今日のコンディションはちょっと走ったんで息は切れてますけども <laughs> 大丈夫ですよ大丈夫ですかはい今日もねいろんな方が、えー、メールくれてますよすか、えー、さんさき木山さんこんばんはというこんばんは。とかこんばんは お近所ひなのさん、こんばんは。ありがとうございます。おこうた、久しぶり。こんばんは。大丈夫ですか。怪我、まあまあ大丈夫ですよ。あ、うん、下半身キャタピラなってますけどもね。全然大丈夫ですから。<laughs> うん、はい、あ、みえさん、こんばんは。ありがとうございます。あ、テリアさんの、こんばんは。お,はお、シーマンさんってきたね。お,お、おーシーマン人気すごいよ。これ、ほら、シーマンさん、シーマンさん。来ありがとうございます。ありがとうございますあ。あ、レオナちゃんもね、来てくれてますけれどもね。 うん、お急いでシーマン来たの見られてる <laughs> お渚さんもこんばんはありがとうございますということでね、うん、どうですかシーマン久しぶりじゃないですか久しぶりですかねそんなこともないあなたが怪我した時に僕来ましたよそあすごいスタート焦ってましたもんね何言ってるか分かんない感じの、ねうん、尻滅裂な感じで。 あの時だから、ねもうあのね、後輩芸人のね、太郎が通りかかって助かったほうそう、芋木の太郎君がね、ファインプレーで助けてくれましたけども、あれなかったら、ちょっとね、はい、ちょっと耐えきれない1時間だったんじゃないかなと、そうですね、さん頑張っていきましょう、吉本さん、きょうはどうしますか、何話しますかね、あのうん、ラジオ番組はね、テーマを決めてやるべきであるという。うんうん あの説がありまして私たちもその説を採用していこうと思っております、はい、おってことは何か考えてきたんですねいえあの最初の15分間で募集して、うんうん、残り45分をそれで話そうっていうええー、また人任せな感じでいやいや視聴者参加型ですよ<わ><笑><笑>いいように言ったねはいああ参加型なんかえじゃあ聞きたいことシーマンさんに聞きたいことでいいのかないやーそんなもう僕クククじゃクク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  今日のテーマはこれっていうのあればなんか誰かにね誰かそのなんかみんなで話したいことそうですそうですみたいなそんな感じはいなんかありますかねみんなでこう話してみたい話題とかはい15分長いか最初の15分間にしますかもう5分だってもうじゃ最初の焦らなくていいよシマ大丈夫よゆっくり行こうはい行きましょう大丈夫ですからねはいいやもう今日9月30日ね金曜日最後ですよ9月最後 ね、今日でね、スマート光ビルド診断終わっちゃいましたよ。あ、そうですね。我々がいつもね、ね、はいえー。まあ、バイトしているという意味が働いております。はい、ね。那覇にある、旧三越、ね、えーはい、今ハピナハという名前ですけれども。ハピナハ。はい、というわけでね。はいえー、そちらの三階の方でですね。<laughs> あの、まあ、吉本沖縄花月っていうあの劇場があるんですけども。はい、その隣にですね、えー。まあ、沖縄おもろおばき屋敷という、まあ、うん、沖縄にね。えー、まあ。 新しく去年新しくできたお化け屋敷があるんですけども、はい、そこでですね、えー、といつからかな2ヶ月ぐらい前ですかね夏休みからかそうですね7月の後半ぐらいからから,ら NTT 西日本さんとね、はい、えコラボさせていただきましてあのビビリド診断チェックというものをね やってたんですよこれもすごいですよね画期的な機械といいますかパルセンスという腕輪みたいな手首につけるブレスレットみたいなのがあるんですけどもそれをつけてお化け屋敷を回っていただくとどれだけ自分がビビったかとかしかもどうビビったかとかね硬直とか叫んだりとかどういう怖いかけしたっていうのもグラフで分かるという。最後にそれを数数値化して点で 現れるという、ね、まあ0点から120点まであるんですけどもそれがね、えー、無料でできるというねサービスをやってたんですけれどもね今日が最後でしたはいうんいっぱい来たんじゃないですか今日多分ね僕も行ってないから分かんないですけど行ってないよって不良してでもちゃんと数値で丸分かりになっちゃうでそうなんですよね結構いたね、はい、なちょっと言ったらあれですけどもヤンキーみたいなちょっとやからみたいなやつらがね、はい、え来て偉そうにしてますけども実際こう、はい、あの携帯でね えー、その診断チェック診断結果見てみると、はい、だいぶビビってるとかね、はい、ありましたからね,ね、うん、その後なんかもう静かに帰ってきましたけどなるでしょう,そう、ね、最初強がってましたからなっちゃいますね、うん、そういう人多かったりとかね、はいうん、しましたけれども、まあ、あれはいいねていうかすごいね、今の技術って。ね本当 あれでだって手首さ言ったらその脈じゃなくて腕にこうなんていうのかね密着してれば手首じゃなくてもいいわけよそうそう腕こう肘のあたりでもねいいわけですよだからそれでその全部分かるっていうのはすごいですよね本当ですよ心拍数とかね脈とか全部あれだけで分かるっていうのはすごいなと思いましたけれども思いました思いましたいやでもね僕ねそれパルセンスっていうそのねブレスレットが1個1万円 するって聞いたんですけどあれがねだから全部で780個あったのかなだから僕どっかのタイミングで売ってやろうかなと思ってたんですけどねあの技術をどっかの会社にねおっと流出ですよいや目の前にあんだけあったらさちょっとこう12個取ってもバレないんじゃないかなとかねそれをちょっと転売すると財布が厚くなるなと思いながら考えてましたけれどもしもあれやりました 練習は受けました稽古は受けました <laughs>、はい、稽古だけね実際体験はしてない体験はしましましたちゃんと稽古全体稽古の時にお客さん役でしましましたあれってつけてやったっけやったつけてやったえなんいくらやった点数は <laughs> ああ あくちょっとじゃなかったかな。だいぶビビってんな。だいぶビビってますね。嘘でしょ。知ってるのに。知ってるのに。知ってるね。まあそんな感じですよ。まあ言ってもね慣れてもやっぱ暗闇とか怖いですもんね見えないところは。怖いですから。暗闇怖いですよでまあね今日でねそのまあビビる年のチェック終わっちゃったんですけれども明日10月1日から1ヶ月間ねまた今度ハロウィンバージョンということで。はい またお化け屋敷一新して面白くなりますので、はいぜひぜひ気になる方は来てくださいね。はい、初めての方も、えー、来たことある方もね、去年もやったんですけどもまたちょっと違った感じでね、はいえー、新しくなっておりますので、えー、いろんな方が来ていただいても楽しめると思いますので、ぜひ皆さん来てほしいと思います。ね、はい全然喋らんだお前いや真面目な話になっちゃうわこれあれがねあのトークテーマがなかなか来ませんね。 いや勝手に振るとそうなるでしょそうやっぱ聞いていただいてる方にはこっちが提供してねやっぱ聞いていただいてそっから参加してもらう方がいいんだよ何か振ってって言うのはちょっとあれじゃないの乱暴じゃないのちょっと反省ポイントですねこれは飛かさん2回二日レンズ書いて2回ともビビり度が82でしたあまあまあですねまあまあビビっておりますよ2日レンズ入いたんだありがたいねありがたいますさんはねありませがたいね まあだから来ていただいたのはありがたいなと思ったんですけどね、ね来れるときに、しーたんにも会ってほしかったな、会ってないもんね、シーマんね。シーマン、うんもうシーマンのね、なんていうんですかね、言ったあれ気持ち悪さっていうのはね、会って初めて分かるんですよ、そうですね、しーまさ、あ、んにもね、体験してほしかった、こいつの気持ち悪さね、はい、あもう僕、だから同期なんでね、もう4年ぐらい一緒にいますけども、はい、そうですね、まだなれませんからね、もう慣れたでしょう、いやー、だんだん嫌いになってきますからね。

俺,俺の中でほら俺の常識というか俺の世界で生きてきた中で、はい、出会った人と全く違うから、うん、最初はこんな人もいるんだなって感じでね、はい、まあまあその受け入れてたんですけども、はい、やっぱ違うんだよねなんかねあそうなの変わってるよシーマンは変わってるかもしれないねそれもねラジオ全然ね伝えられまあでも伝えられ,れてんのかなどうなんだろうなどうかなもっと伝えられると思うんだけどな ー伝われー俺。俺今日一人やった方がいいかな、これ、シーマン全然喋らんしな、これ。いやいやいや、トークテーマが決まったら、バンバン喋りますよ。<laughs> 何そのトークテーマ、マッチはもう、ね。はい。あ、みすずが久しぶりに来てくれましたよ。はい。崎山さん、シーマンさん、こんばんは。こんばんは。てか、お二人さん、久々に見る、元気ですか。<ー>特に崎山さん聞いたよ。大丈夫、でもね。うん、全然大丈夫でございますよ。私は、ね、うん、元気でやっております。ね。 ただまあちょっと今リハビリ中なので、ね、えの仕事の方は全然してないんですけれどもね、はい、毎日リハビリして頑張っております家で何してんの、うん、え、うん、家で何してんのそういや何してんだろう俺あ動画配信サイトとかは <laughs> それさあのさ太郎ちゃんとやった時もめっちゃ進めてじゃん <laughs> <laughs> えっとネットフィリックスだっけ いや確かに分かるよいいのはね分かるんだけどまあそうだな俺見てねえなまだなここ1ヶ月間の無料期間昨日で終了しましたよ<笑><笑>あ9月29日でってことそう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 なんだ,だん,なんで今日までやんなかったんだろういやあのー、入った日からちょうど30日間だから。 シーマンの話ねじゃあ俺が今入ったら別に俺が今から参考にし関係ねえじゃんじゃあシー <laughs> マンのが終わったってことねそうそうそう,そうああなるほどね、はい、全然どうでもいいじゃないそれはねあす子 <laughs> さん崎山さんあんまり話せなかったです <laughs> そうですねお化け屋敷内でちらっと会ったぐらいであとちょっとあ,あのー、受付の方で喋ったかなぐらいかなちょっとちらっと多分そんな感じですけどね おテリアさんさんこの前シーマンさんがキャラバンしてるとこ見ました頑張ってましたねってあありがとうございます全然頑張ってないですよこんなもんね短い時間しかやってませんから時間短いですけどねもっともっとお化け屋敷に入ってほしいんですけどもシーマンねテリアさんさん見たんだうん俺も会ってるってことだよねシーマン基本人の顔覚えないからねあんまりそうですねあのなんていうの直接話した人は覚えてないけど隣にいる知らない人覚えるよね まあそうかもしれない、ね、サイドにいる人とかねまあ気になりますねしゃべってる人とは全然頭入ってないけどねこ、はい、の人の入ってるという不思議な人間でございますからそうですね、うん、ほら私もシーマンさん初めて見た時は不思議に思いましたとへえ見すけがてますよん<ー>不思議ですか、まあ、不思議おじさんですからね不思議おじさんなんかちょっと考え方が違うもんねまあそうかもしれないあ今日そうかもしれないばっかりっていうのはんかなんだろうなんていうかなんかえっ、ー、とね なんとか診断テストみたいな、はい、まああの最古のやつじゃなくて普通のでもいいですけど多分やったら全然違う答え出てくると思い,いつの評のなんか、うん なんだっけ包容力とか違うな俺もあ違ういやその答えに何かまあ言ったら何て言えばいいのかなあのまあ心理テスト心理テストみたいな感じですよあんなのやったら全然違うこと出してくるんだろうなって思いますけどねこれ芸人みんなで比べたら面白そうですねそうだからそこなんだよ芸人がやるとちょっと大喜利になっちゃうじゃんだからガチなのかボケなのかっていうとこがね出てくるわけですよそういうのやっちゃうとなるほどシーマンの場合多分ね普通

何の話をしてるんですか今チョ,コチョコドーナツをチョコドーナツをファミリーマートで買って食べたからちょっと遅れたとたそうですあー聞きましたか皆さんこれ社会人として許されないですよシャキッとしようと思って甘いものを入れたんですよ、うん、ちょっとね小腹すいたからそれを埋めようとして仕事に遅刻するというねこれはいけませんね、えー、今年もアラフォーですかアラフォーですねいつの間にかあーわーアラフォーの人間がやることじゃないですけどね すごいなーマンその考え間に合うと思ったの間に合うと思っててちょっとファンまでモタモタしててなんでもたもたする必要があるのいやあのだいたいさ椎さ行く時さだいたいだけど例えば仕事の入り時間よりだいぶ早く来るじゃない来るね来るねでもなんかどっかでなんかしてその入り時間は早いけど集合場所遅かったりするもんねんかねギリギリできたりこなんかよく分かんないんだな 対処もう臨機応変の対応が下手なんですよ。ああまあそうだろうね。上手、はい、かったらもっと上手く生きてるもんな。多分ね。そう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 。うんまあでもね、あのー、もしこうだったらああだったらっていうのを言ってもしょうがないですから僕は現状に満足しています。なるほどね。はい。いいでしょう。はい。遠く<ー>テーマ来ました？<laughs> 来てないよ。来てない,、ね、来ないよ。なんかなんかなんかないの？もうじゃあ今だったら、うん、もう遠くテーマこれしかないでしょう。 君の名は浜ですあ違います皆さん見ましたっていう話題だけで3時間くらい持ちますよきっとこれでもシーンは見てないんでしょ見た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 のお前もう何年かぶりかで映画館で見た何年かぶりかに映画館で見たもうね36歳だけどもうボロボロ泣いてしまったへえあそんないい感じなんだあれあれねすごい一応んかリピーターも出るぐらいすごいいいらしいな俺ももう一回いこうかなと思ったけどあそれぐらいいいんだうん DVD 待てないぐらい待てない待てないえそんなにいいんだいいもう言いたいけど危ないな俺言いそうだなんかそうシーマン言うなって言ったら言っちゃうからなダメだな言わないのかシーマン言っていいよいやダメだね公開中ですからねそれぐらいのほうがいいでも本当あれ人気だねんかみんな言ったほうがいいとか言うしさ100億円突破っていうしあの動画配信サイトで新海誠監督のこれまでの作品全部見た どういうこと？えっと、2002年の最初の星の声っていう25分の短編のアニメから、うん、あの2004年の、うんえー、あの雲の向こう約束の場所、うん、2007年の、うん、あの秒速5センチメートル、うん、2011年の、うんえー、雲を追う子供たち、2017年,年、はい、2017年、2017年、11年、11年。 2013年のとの葉の庭全部見ましたけどもいいねやっぱ全部いいこの新海監督新海誠はこの「君の名をそそうう君の名は」を作った人そうそう作った人全部アニメですかこれ全部アニメですへえそんないいんだいいいいちょっと見てみようかなじゃあ俺もそれ。 そうですよこの、えー、と無料のネット、はい、ネット配信サービスで見れると、はいはい、見れる見れる1か月間の間に全部見ましたなるほどねはいそういうとこちゃんとしてるねはい1か月間の間にもう見たいものは全部見てもういいっていうところで切ると <laughs> そう無料でしま、ね、ししたっかりしてるなお前まあでもね気に入ったら皆さんあの1か月以上ね続けてもいいと思いますよ借りに行く手間ももないし雨降って,ても いいし、あ,あ家でね、あそのレンタル屋さんに行かなくてもいいってことだね。うん確かにね。はいおすすめですよ。おレオナちゃん友達が3回も見に行ってました、ね。<ー>やっぱいるんだ、身近にもいるんだね <laughs> そういう人ね。<laughs> うんうん、あなるほどそんないいんだ。<laughs> いい。マスカちゃんは君の名まだ見てないです、ね。あ見ていない。<laughs> なんかこういうのなんていういの女子高生とか早そうだけどねみんな見に行きそうだけどそう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 そっかそんなにいいんだもうあの劇中も、うん、あの客席のあちこちからもう泣く声とか聞こえてきてお客さんがすすり泣く声が <laughs> 俺はもう恥ずかしいからもう声出さずにグーッと泣いてて頑張れーと思って頑張れとなとこあんだ頑張れなとこがあなるほどね主人公たちを頑張応援したくなるシン一人で見に行ったんだ一人で見に行ったうわー <laughs> 映画館でシーマンみたいな人一人の人見たらわなんて思ううだろうな俺いやもう泣いてるの他の客さんに見られないようにエンディングも主題歌も全部超いいんだけどもエンディング曲の途中で暗いうちにでもそーっと帰ってきた泣き顔見られないように。 俺最後までいるるるなななななぜか明くくんだよ俺も結構ね見た目とは裏腹に泣いちゃうのよあそうなんだ俺映画館行く時にサングラス持っていくの絶対え結構泣いてねんか目が腫れるじゃないけど目が変な感じになったりするからサングラス持っていくんだけどいやじゃあこれも泣くんだろうなじゃあ泣くね泣いた方がいいよこれ 泣いた方がいいって何それすっきりした爽やかな気持ちになるからまあでもな泣いたりすると本当になんかいろいろすっきりしますもんねうんだからたまにその映画見て涙するのもいいって言いますからね健康的にというか精神的にもいいらしいですからはいおすすめですほらアスカさんもクラスの男子が一人でこの間二回目を見に行ってたらしいですいるんだねやっぱねそんなハマる人はああ。渚さんも今度見に行きますとあいいですねはい テリさんそんないいんですかってよそんないいんですよすごくいいすごくよかったうんもうねもう新海茂加斗さのとこもう次回作を考えてるって言うんですけども次回作も絶対見ます絶対見るぞ OK どうぞ見てこれは水さん映画といえば沖縄を変えた男でしょああそうねありがとうございますそうね10月8日公開だったかな10月8日から上映解説「沖縄を変えた男」はいすぐ調べてはい 沖縄水産がモデルなんですけども蔡監督もう亡くなってますけども有名ですよゴリさんが演じてましてゴリさん役作りのために撮影中も全然吉本沖縄芸人たくさんたくさん出てるんですけどもほとんど会話しなかった役作りのためになれ合っちゃいけない感じだからということで。 普段めっちゃ仲良い,いねその撮影期間中は全然会話しなかったらしいねねうん、怖い雰囲気出したらしいけど確かに面白そう見たかったなあれ見た,、ね、見たかったんじい見たいなあれ見たいな、うん、どっちも見たいなこれ見たい見たいうん。絶対見よう見ましょうヤーマンさんこんばんはこんばんはうこ,、ねうん、あこの画像の人俺好きだわこの画像のこのこの人,<え>この人名前ちょっと分かんないけどこのアイコンの人好きだわ俺 なんかちょいいい脇役じゃななけど出てくのよなんんよかちょっとヤンキー映画とかにも出るんだけどこの人めっちゃ好き多分ね <laughs> 俺の知らない役者なんだなすずさんがねこの先山さん映画見るんですね見るよ映画ぐらい、うん、映画めっちゃ見るよ俺見る見る週に12本は見てるよああレンタルでレンタルとかいろいろね、うん、見たりはしますけれどもはい まあでも俺ななんだろうな俺アクションが好きだな結構アクションアクション系だ誰が出てるやつですか誰が出てるやつ、まあ、いっぱいいますけれどもいっぱいか でもね、一番最近見た映画はね、うん一、一番最近見た映画はめっちゃ古いんですけど。うん、ビーガップハイスクール見ましたね、僕。えー、ビーガップハイスクールって、<laughs> あの不良漫画のと。そう,そ,うそうです。の、第、第一作というか、一番最初のシーズンというか、なんて言えばいいかな。あの、実写なくそう、その実写、中村徹さんと清水宏次郎さんが出てる時のやつ。はい みんな若いぞ小沢さんも若いし怖い人ねあれめっちゃ面白いんですよ大好きで一応 DVD 全部持ってたんですけども誰かに貸してなくなってたんです俺あらららでうわでも見たいけどな全部でロック作品あんのかな大変だな全部借りのものめんどくせえなと思ってたらたまたま僕家 BS とか CS 入ってるんですけどその BS で「 立て続きにそそうう一気放送ビアップハイスクール祭りみたいなのやってて全部録画して全部見たんですよ楽しい一気に見るとね歴史がわかりますよねちょっとアホっぽいけどね不良漫画がま原作不良漫画なんですけどもあれ面白いですよ大抵この人気のある漫画で実写化するとなんか原作と違うよぶち壊したよっていう風になっちゃうけどこれは面白いんですかならないならないならない なんかそのだから最初の,あの配役がその中村徹さんと清水幸次郎さんなんですけどもそのまあ1回目第1作目というかそのシーズンの後にも多分ね23ぐらいまで出てますほうあの違う人でまた撮り直してというかでだいぶ出てるんで結構あの漫画人気だと思いますよやっぱ人気があるんでしょうゃ面白いですようん、うん、本当に、うん、なんか僕本当にとに格闘系とかアクションめっちゃ好きでスカッとするんですよ、うん、なるほど まあかといってあの別にそのなんとか感動する感じのものも別に好きですし何でも見ますね言ったらまあオールチャンド見た方がいいですからね、うん、あでも唯一見ないのあれかな、うん、ファンタジーな感じのやつとかほう<何>「ハリー・ポッター」とか、うん、俺は見ないな,あ見ないあんまり見ないな だから、まあ、ら勧めれますよ、ね、ハリー・ポッターとかあの、うん、ロード・オブ・ザ・リングだっけとかいろいろ勧められますけどもなかなか見ないですね、はい、あっち系は。あれよりはまだ見てないアクションとかそっち系探しちゃったりしますね。 なんかサスペンスとかもいいですけどはいんかああいう感じのやつが好きですね僕はん、お今日はもうほらアスカちゃん寝ますと正直に言ってくれましたよありがとうございますごめんね通信見る時多分起きてると思うんだけど今日僕ら二人ですからいいんですよ寝たい人は寝てくださいもありがとうございますあし明日も大事ですからね明日という日も大事ですからねお渚さん先行上位で見たんだってはい、いいのえで 渚さんマジで沖縄を変えた男に出てるんだじゃあ渚さん探そうじゃ今度それ見てね。あいいな出たかったーねーいやこのねオーディションがあったんですよこの沖縄を変えた男でははえー、まあ吉本の芸人で野球経験者うん あとそのまあスケジュール全然大丈夫とか、はい、あと坊主にできる人とかいろいろあったんですなるほど。で僕もそのやっぱ出たいんで「はい、全然坊主しますよ」と言ったらもう半分坊主ですから「はい、全然いいですよ」って言ったんですけども、うん、その坊主の前にそのね何て言うかちょっとこうお話しさせてもらった、うん、あのスタッフの方がちょっとなんか「うん、えー、でも坊主だだだ大,丈夫大丈夫ですか本当に」みたいな。うん あのね、言ったらほら薄毛なのに頑張って髪の毛伸ばしてちょっと攻めてらっしゃいますけども、うん、それがまたゼロになる感じになりますけどみたいなこう変に気使われててたぶねそれで落ちたんじゃないかなと僕はいやー、うん、野球経験者なのに、ね、野球経験者だよねと思いましたね本当にだって実際その蔡監督が落ち着いてまだ監督やってる時僕は争い将棋にいましたからああそうなんだうん やっぱり意識するんだ。それはしますよ。あ、なんか当時、そのうちの、その当時の監督、が森根監督って言うんですけども。まあ、その、大体森根監督と、その蔡監督が結構なんていうんですかね。こう、まあ、二大巨頭じゃないですけど。このライバルじゃないですけど、そんな感じになんか見られてましたから、当時は。はい、いろいろ思い入れがありましたですね。はい、うん、で、そんな中で、まあ、その、言ったら。敵、敵というか、当時、ね、うんうん、ライバルだった学校の、まあ。 なんか演技をできるってなったらもう僕テンション上がりましてねめっちゃやりたいということでめっちゃアピールしたんですけどダメでしたね残念出たかったマジでんねんすごいいいのに出たかったけどま,あ仕方ないですよまだこういう機会があったらねいろいろやっていきたいなと思うんですけれどもねおれおちゃんスーサイドスクワットあこれも面白そうだよねバット持ってる主人公のそうそう女の子がねあれなんか何悪者がヒーローみたいな感じなのかあれなんか 最近流行りのねんかダークヒーロー的なやつ多いけどね多いねあれ面白そうなんだよね忍者みたいな女の人があれ日本人かな忍者みたいな女の人何か刀持ってる女の人が映ってるんだけどその10人の中にキルビルじゃないよねうん違う違う仮面つけてんのあそうなんだあそこ見てねえなうそ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 かそうんうそ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 さん見ないかうそうだけど見ないか いいないなな多分な、うん、みんなどんな映画見なんか最近見た映画で面白い映画って何かありますかね皆さんああとあれ面白かった何だっけな俺何見たっけなんか俺一応見て、うん、なんか目盛りにしてるんだけどなんか見たんだよ俺面白いやつを「シン・ゴジラ」とかいやあ映画館じゃない,りない借りてや借りて見た感じのやつ借りて見た感じうん シンゴジラったらどうなのかな、うん、結構なんかあれ分かれない意見があ俺はいいっていう意見しか聞いたことないあ,あそうなのうんなんかどうなんだろうなんかまあそのごうんまあそっか何とも言えないなあれはなんか結構意見が俺の中では分かれてる気がするんですけどもねなるほどうんどうなんだろう面白,い、まあ、面白いとは思うんですけどもね、はい、うんああれ面白かった「ズートピア」<laughs> ズートピアズ <laughs> ズートピアズートトピピアア<の>皆さんわかりますかねなんかウサギのそうそうかわいいそうそうかわいいやつあれめっちゃ面白かったっていうか泣いたしあれも、うん、ええー、泣けるあれ泣ける泣ける泣けるんだあれめっちゃいいあれズートピアアダージョのコガちゃんもいいって言ってたあれ,あれ見た方がいいあれもう一回見てもいいもんだってもう DV 出てるかな出てる出てるあれ出てる ?DV で借りましたから僕ああじゃあ見ようあれいいね <laughs> あれはいいよマジで見てほしいわかりましたうんなんかその絵も可愛いし、うんうん、でもストーリーもちゃんとしてるから<ー>なんかちょっと同心に変えるつ,つすげえなんかこういろいろ考えさせられるとこもあり、うん、あれはいいですよなるほどぜひ見てほしいあれ面白かったなズー,ートピア、うんはい、あ天の茶漬けあ天の茶漬け見た俺あ松山ケンイチのよ、ねうん、あれ面白かった天の茶漬け 面白いしやっぱあれ沖縄の人が見たらやっぱ嬉しくなる、うん、ちょっとほら<あ>知ってる場所が出るからかあれ一番がいいかそうそうそうなんか嬉しくなるあれ、うん、あここ知ってるよとか、うん、なるからあれいいですよ天の茶漬け面白かったなあ、ね、ているあそう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 結構何名か。 ね、あれ出てますからね,出てますねウリゼンさんとかも出てたのかなファインディングドリーが見たことあファインディングドリーねあれ見てないな<う>あれも見ないとな、うん、うんアニメは結構好きなんですよね意外とー最近見ようとしてちょっと見れなかったのがあれだなえっ、ー、となんだっけな「熊のやつ」「熊のやつ」が出てこない。 熊のやつ、うん、くのやつ、わかんない。わかんないから、一回 CM 行こうかな、じゃ。あ、そろそろね、すみません、シー行きましょう、じゃ、お願いします。どうする?。心理テストでも、コーナーでも。なんかやりますか?。ちょっと限界きてますからね、そろそろ。そうですね。うん。今日告知が三つあります。はい、それは後でやってください。はいはい。テッドじゃない、テッドはでも、ワンツー、俺持ってる D. V. D. テッドは面白い。 あれ最高だよ可愛さとあのなんていうのかな変態さがあるというかテッドは面白いわねマジで声誰だっけ俺えとアリエヒさんだねああ<ー>、うん、確か,かアリエヒさんだったかな、うん、あれ面白いよテッドは最高テッドのテッドのぬいぐるみも持ってるしね俺 <laughs> ぬいぐるみ持ってるんだ、うん、あの UFO キャッチャーで撮った欲しすぎて UFO キャッチャーで撮ったんだなんとかブックああ、あれは CG のやつかあ ジャングルブック、うん、ジャングルブックもちょっと面白そうだけどねあれなんか男の子以外全部 CG だっけなんかそんな感じのあのターザン的なあっパディントンそれ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 パディントン,パディン,トンそれ見,見ようとして見てないまだちょっと次見ようかなと思ってるけど、ね、パディントンなんか見た感じ可愛い感じだったからちょっと見たいなと思ってねうん,うん,、うん、うーんいいですねんとかジャングルブックね多分ねなんとか僕はうん

第1作目が83年ぐらいですもんね確か。そえ。あれがだからそれぐらいなんで僕が生まれるはいただいまということでね、えー、今ちょっと前半というか。 の映画の話ばっかりしましたけれどもねシーマンさんが全く会話しないのでここでちょっとシーマンさんの面白さを何かしら引き出したいなということで何かコーナー的なものやっちゃいましょうかやりましょう何がいいかなシーマン、うん、じゃ心理テストいきましょう心理テストやっちゃういきなりはいおいいでしょうなんか心理テストいけますかねいけますお,あお願いします心理テスト おじゃあいきましょうか、はい、それではシーマンとサキャマックスの心理テストこれねあの、まあ、僕らがやりますけど皆さんも聞いてみて、まあ、答えとかね出したら多分自分たちも参加できますので、ねえー、ぜひぜひ皆さん心理テスト楽しんでいきましょうねうん、えーえー、見てこのお二人 T シャツがおそろっぽく見えますちょっと恥ずかしいな。 あまたまたっっっちないけどそんなのお俺沖縄守り神だけど、うんまあ、プーマっぽいんですよね。ーーククでですすね僕はのが可愛いです まあまあまあシースターだからシースターもいいですよ <laughs> うん、うん、みんなに言われたら嫌だかぶりたくない裸なろうかなもう俺シー <laughs> マンとかぶりたくない <laughs> <laughs> ちょっと恥ずかしいかぶっていいの性別だけと思ってるから俺それ以外かぶりたくないもんシーマンとあんまりんはい心理テストいきましょうはい <laughs> きましょうか、はい、じゃあ何か心理テストはいいきますよじゃあそれでは心理テスト第1問小学生の時に作ったタイムカプセルを開けてみましたそこに入っていたものは次のうちどれでしょう 1ペンダント2友人との写真を写真 3, 3大好きなゲーム4大人になった自分への手紙小学生の時に作ったタイムカプセルを開けてみました、うん、そこに入っていたものは何でしょう、はい 1ペンダント2友人との写真3大好きなゲーム4大人になった自分への手紙大人になった自分へのあなんだろうなでもこれ直感でパンっていかんといかないからねはいじゃあもう決めましたじゃあシーマンさんから言ってみてくださいシーマン何ですか答えはい大人になった自分への手紙あなるほど僕と違いますね違いますす僕はあれで友人との写真 なんかみんなで集合写真撮ったのを入れとこうかみたいな僕はちょっとイメージが湧きましたのでなるほど皆さんどうですかね聞いてる皆さんは1がペンダント2が友達との写真3がゲーム4が大人になった自分への手紙ということですけれどもじゃあ答え合わせいきますかじゃあ選んでない方からいきましょうか。そうですねえと どううしよう一う 1>, 1番から一番いきましょうか、はい、ペンダントを選んだあなたペンダントを選んだあなたはケチ度20% <laughs> <おー> <laughs> ケチ度なんだこれうわケチ度診断なんだこれかいなるほどそして友人との写真を選んだあなたはい佐久間君はい僕ですねケチ度 40%。あ,あ、微妙 2>, ー <laughs> !2 番はケチド40%。微妙 <laughs> はい。続きまして。大好きなゲームを選んだあなた。はい。ケチド。60%。ト。わあ、これまあまあですよ。うん。半数超えましたから。いということは、じゃあ4番、最後。<laughs> 大人になった自分への手紙を選んだあなた。はい。ケチド。はい。 でしょうねわかったわもうこれいやでもっぽいわ当たってるなーマンマジでケチだもんな1か月間無料で見て無料30日目で解約してるからな合ってるな合ってるなこれシーマンはケチ度100パー120ぐらいいってると思うけどね俺こそんなことないでしょいやシーマンケチですよちゃんといやそういうことじゃないんですよいろんな面でですよそうですか僕も言ったら40%なのかな40%ぐらいなのかなうん 皆さんも会ってましたかね聞いてる方も、うん、結構2番多いですけども <laughs> 2番ばっかりですけどもみんなまあ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 ってことですねまあちょっとケチなぐらいで、うん、まあ、4番の方はね、えー、明日から改めて見てください何かケチは悪いことじゃないんですけどもね倹、うんうん、約家ということでねいいことであるんですけども心広くいきましょう、はい、それでは第2問いってみましょうお願いしますあ、はい、ある日あなたの恋人が 悪い魔法使いに魔法をかけられてしまい動物に変身させられてしまいました<ー>さて恋人はどんな動物に変身したのでしょうか<ー> 1, 1犬一番犬,犬 2, 2馬, 2> 2番馬3牛,牛4鹿鹿なるほど一番あっもうそっかそうか。 もう一回いきましょうかある日あなたの恋人が悪い魔法使いに魔法をかけられてしまい動物に変身させられてしまいましたさて恋人はどんな動物に変身したのでしょうか1番犬2番馬3番牛4番鹿あんだろうち畜生くっそイメージ物たわい上がって 俺の中では猫が希望だったけどな。猫がいない。志麻さん決まりました。決まりました。はい、じゃあ、志麻さんの答えこちらです。はい。一番の犬。お、志麻さん、一番の犬。はい。僕ね、四番の鹿です。ああ、うん。さあ、僕とし、また別れましたけれども。じゃあ、答え合わせいきましょう。皆さん、いいですかね。皆さん。ね、一番が犬。二番が馬。三番。 牛、四番鹿でございます。では、皆さん大丈夫ですか。はい、それでは答え合わせいきましょう。お願いします。この心理テストでは、あなたが恋人に一番何を求めているか。がわかります。なるほど。これも上からいきたい。怖いな。うん、怖いな。一番犬。はい、僕です。はい。あなたが恋人に求めていることは。愛情です。愛情。まあ、もちろん愛情を求めますよ。 はい欲しがってる愛情欲しがってるらしいわ分かるなそして2番目はいは力。ああ経済力まあ大事ですね女性の方多いかもしれないですねひょっとしたらうん2番経済力ってこと馬は経済力はい次3番牛を選んだあなたが恋人に求めていることは正直さあはあ なるほど誠実な彼とか彼女がいいってことですね言ったら、うんうん。さあ怖いなこの流れで来たら怖いな番4番鹿、はい、を選んだあなたが恋人に求めていることは、はい ルックスうわーしかルックスなんだ最低やんかなんか面食いみたいな感じだよルックスも大事ですよいや大事ですよでもシーマンはねやっぱ愛情愛情まあでも当たってますねこれはこれ当たってますよ当たってるのかなまあ当たってんのか経済力というよりはマシかマシって言ってもおかしいけどまあ女性の方はありかもしれないですけどやっぱ男性には経済力あってほしいと思いますからうん ルックスか、まあ、確かにな今の並べた鹿一番かわいいもんなんなんとなく俺の中でねかわいかった鹿があ皆さんどうだったでしょうか結果、ね、結構ショック受けてる人もいるかもしれないですけどもねそうですねまだ行きます、えー、もう一問ぐらいいっちゃいましょうか <laughs>、はい、じゃあお願いいたしますあなたはとある海岸に来ています、うん、そこにはあなた以外には誰もいません <laughs> そこで あなたが海に向かって何かを叫ぶとしたら、どんな言葉を叫びますか。一番、うん、頑張るぞ。二番好きだ。三番馬鹿野郎。四、うん、番一二三だ。 <laughs> うん、なるほどなるほどもう一回お願いしていいですか <laughs>、うん、あなたはとある海岸に来ていますはい、はい、そこにはあなた以外には誰もいません、うん、そこであなたが海に向かって何かを叫ぶとしたらどんな言葉を叫びますか 1>,、うん、1番「頑張るぞ」うん、2>, 2番「好きだ」うん、3番「バカ野郎」うん、4番「123ダ なるほどね。決めました俺もパコーンってすぐ来た俺、うんうん。シーマンさんじゃ答えお願いします。はい、じゃ二2番の「好きだ!お」おっシーマンさん「好きだ」ですね。す僕は1番の「頑張るぞ!」ですね<ー>僕は。ねさあ皆さん,かんかいかがでしょうかおみんな2番が多いですね。うん、おいいですよ。さあそろそろじゃ答え合わせいってみましょうかお願いしますれ4番からきます。 これは四番一二三ダーを選んだ人の人生の反省度、人生の反省度、五パーセントです。五パーセント。ほ<う>、なるほどね。楽しく生きてる。うん。反省してない。<笑><笑>全然反省してない。<laughs> まあ楽しい、楽しい,楽しいな。三番バカ野郎、うん、を選んだ人の人生の反省度は三十パーセント。 30%、うん、まあまあまあうんいい,いい言い方してるのかな、うん、2>, 2番「好きだ」を選んだ人の人生の反省度はセントおお半分です、ね、シーマンで半分なるほど 1>, で1番「頑張るぞ」を選んだあなたの人生の反省度は100%、はい、すごいな俺 <laughs> すげえ反省してんじゃん俺ん常に反省してる俺あでも確かにあるかもな 色々反省するな,、うん、なんかあの時こうしとけばよかったってやっぱちょっとありますよねどっかでシーマン意外とないんだねじゃあそうだね結構満足してるかもしれないそうなんだ俺し俺がシーマンと同じ人生歩むとしたら俺無理だな <laughs> 俺は36年間俺の中にいるからね <laughs> うんそうねだからこの例えば俺がシーマンと入れ替わって、はい、じゃあシーマンの1歳から始めてってやると無理だもん俺 <laughs> いやいやいやなな絶対変えようとする多分楽しいよ取れないね5歳あたりから変え始めると思う多分頑張ってうんうんあでも俺結構ね、はい、こう見えてねネガ,、まあ、ネガティブではないけど、うん、反省はするよね そうね、先は結構細かいよね、うん、そうあの僕後悔はしないようにしてるんですよ、うん、反省はするようにしてるんで反省はね次につながるから僕はいいと思ってるんですけどもね後悔は後悔しただけで先進まないのでね、はい、なるほどそういう意味では反省して次につなげようということでやっておりますよ僕は、はい、うん皆さんも結果いかがだったでしょうかね、はい、当たってる人も当たってない人もいると思いますけども 当たってないと思ってる人ね多分潜在意識ではそうなってますから実際は、うんうん、多分合ってます、うん、だからねいろいろこう自分を見つめ直してはいかがでしょうか、はいね、ということで一旦 CM いきましょうかはいじゃあ CM お願いいたします。 うんちょっとパッとするのがなかったな <laughs> <laughs> もうちょっとやばいやつ心理テストみたいの探したんだけどああもうだからいたらサイコパスぐらいのやつっあ,っあったのよ、うん、あったんだけど一問じゃなくてもう何問か選んで、うん、あ<ー>あなるほどあそっかそっかみたいなやつはい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 そのパターンのやつ <laughs> 紙がないと無理ですね <laughs> いやまあ全然いいですけどもねいやでもたまにはいいかもしれないですね 多分その年齢とかあのなんだろうな過ごしてるその年とかで多分変わってくるの答えが心理テストってだから面白いと思う同じのを毎年やったら多分違ってくるんだろうんうんうん、モームスのイントロクイズめっちゃやりたいんだけど <laughs> モームスのイントロクイズいいっすねモー,モームスのイントロクイズマジで勝てないもんなし今にな今日来てるメンバーってモームスはどの世代から知ってるのかな

あら。ってことはもうす,すごいのが入ってきたのか逆にもういなかったのかどっちなんだろうね。さああんまりもう増やしたくなかったのかな。<laughs> なるほどね大所帯になりすぎたらかぶるもんね多分ね。今もう、ね

帰ってまいりましたけれどもね、まあ残り時間も、もう、まあ、もうちょっとあるのでね。えー、ここで、ちょっと、あのー、シーマンの。はい。凄さを皆様にアピールしたいなということで。よし、やるぞ、ね。えー、シーマンですね。モームスが大好きなんですよね。はい。あ、モー娘、モー娘じゃない、何て言うんだっけ。娘。娘。シーマン、その説明はいいか。はい。シーマン、娘が大好きでございまして。はいはい、ね。で、シーマン、その、イントロとか。すげえ得意なんで、皆さん、どれだけすごいか、皆さん、ちょっと。 聞いてみてください,よいよじゃあこれじゃあ真ん中に置いて早押しね早押しねし分かったらチーンねはい、はい、それではいきましょう「モームスイントロクイズドン! <laughs>」はいこれはですね、うん、石川理香さんがセンターを務めた「うん、ザ・ピースでございます はい <laughs>、うん、これ補足時効まで足してくれるからいいよね CM ね、はいうん、石川理花がセンター初めてそう,そうですもうおへそを出したこう水平さんの、あのー、セーラー服で、うん、セーラー服って学生のセーラー服じゃなくて、うん、本当の水平さんの着る海上、あのーはい、自衛隊のやつねみんながこう 手を挙げて、更新するみたいな感じの曲でございます。確かにこの歌は僕も知ってますよ。なぜかこの男子便器がいっぱい並んでるセットだったんですよ。男子便器、小便器小便器。ああ、なるほど。はい。が、その p. V. でいっぱい並んでる。まあ、でもピカピカの清潔感溢れるちょっと。マラヤキャリーの。マラヤキャリーさんの p. V. みたいな感じで。あ、そうなんですね。はい。ええ。という以上です。という以上です。はい。なるほど。じゃ、あ一問目、正解ということで、じゃ、あ二問目いきましょうか。お願いします。はい。 待って、これ聞いたことあるぞ、俺、待って、聞いたことあるぞ、俺、わかるぞ、これ。今の、歌ってるのが誰かもか。こいつは、わかる、あと歌ってるやつはわかる。待って、わかるぞ、これ、わかるぞ。<laughs> あれ、なんだっけ、これ。キモいですよ、いいですよ。<laughs> <laughs> これ、わかるぞ、<laughs> 俺、わかるぞ。わ <laughs> かるぞ、これ、タイトル。タイトル。ああ。 二問目ですごさ伝わんねえな二問目で不正解になったらしいシーマン。ああ、ハイビッシュは何作目？分からねー。分かんないのかよか。最初の方ですよね多分<ー>。これ多分新しい古古めじゃない？古めですね。籠愛ちゃんが最初一人で歌っててみんな集まってくる屋台みたいなセットがあったんですけども。<laughs> でもタイトルはタイトルは出ませんでしたごめんなさい。 すごいな補足補足できるのになわか,、ね、かんないんだよなはいじゃあ今だシーマンが一点リードということでさあ3問目いきましょうお願いしますはいこれはメジャーデビュー曲のモーニングコーヒーでございます <laughs> えこれモーニングコーヒーなのじゃモーニングコーヒーは知ってる俺ーーはい知ってるうわスタート分からんかったな 赤のチェック柄のスカートが超ダサくて、ダサくて本人たちがおた番組出てる自分たちを見てびっくりしたっていう逸話があります。ダサすぎて？ダサすぎて。ええそうなんだ。はい。ホテルの部屋の一室に集まってみんなで見たらそうです。五人えだ。はい。以上です。なんだその事故？オッケーということでじゃあ今島が二点ということでね。じゃあ四問目お願いいたします。はい。え？ 恋愛レボリューション21えそうなの今のそうですそうなのえってます <laughs> 黒のカーパンでみんな踊ってるそうそうガラスの上で踊ってて <laughs> それをガラスの下からカメラが撮るっていううわエロ,い、ね、エロいねエロいねそれそうですよこれえそんなアングルで撮ってたんだそんなアングルが流行ってました、えー、っていうか始まりめっちゃ男の人喋ってたね ああそうだね。だびっくりした。全然知らない人かなと思って。そうだね。うわもう完全にシーマンリードだな。じゃあ五<し>問目ううかな大丈夫かな。ラストにします五問目。よ<し>いやまだいけるな。まあ二問。五問目,<し>問目,問目お願いします。ん？メモリーズメモリーズ。 メモリーズ副題が思い出さない思い出さない <laughs> メモメモリ青春の光違う当たり<ー>当たった当たった嬉しい副題まで知ってんの知ってるんですよこれーー俺この歌知らねえこれ何作目えっとね結構初期なんだけどメモは最後まで読んでよねでもああうんそんな感じなんだよ教えてよそこ補足事項がね、うん、あんま出てこないこれはね結構暗い歌なんですよ、うん、ああそうなの めっちゃ男の人がってるけど。このね、ラッパーがいましたね。よし、とんな。しっとりますよ。オッケー、じゃあ次六問目。最後か、もう最後だ、最後。六問目最後？最後いきましょうかじゃあ次。はい。じゃあ六問目は正解したら十点ね。ええー。<laughs> <laughs> 意味ないやんか。オッケー、そうだ六問目お願いします。最近 <laughs> の曲かな。 ああ、これだけ、わあ。全然わからん、全然わからん、俺これ聞いたことない、たぶこれ。えうん、一ミリも出ないな。アルバム収録曲、シングル曲かな、でもシングル曲だな、でも、うん。<laughs> ああ<ー>。いいよ、気持ち悪いよ。いいよ。雨の降らない星では、愛せないだろう。 そのタイトルもすげえななんだそれんなのそれシングルアルバムアルバム曲の中にあるんだけどへえ知らない曲だコイングコーリングコーリングコーリングえー知らない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 じゃあもう知らない もう一問いきますよ最後い、えー、きましょうラストラストパコンとし行うじゃラストの問題こちらですあよーください <laughs> ミスタームーンライト <laughs> イエーイ <laughs> なんだそれ分かんなかった旦那これは明るく楽しい曲ですよ後藤真希と吉沢とみと阿部夏実がダンをして宝塚っぽくあの踊りまくる あれある曲ですあそうなのそうですわーマジかそうですあでも聞いたことはあるこれあ聞いてるわ俺知ってるわこれ知ってるじゃないですよ結局サビ考えなと分かんねえんだなそうねちく全然悔しくないいや全然悔しくない今日は圧勝でしたねいやそうでしょはいそりゃそうでしょお前の得意分野で勝負してんだからそりゃそうでしょくそーすごい これが始まってから誰も反応しなくなりましたけどね本当に誰も反応しないこれ前回もそうだった気がするけど世代がな違うんだななんだろうな世代とかじゃないと思うんだよ多分な違うかあ告知がいっぱいあるんで告知が三つくらいしますじゃあ告知は残り少ないですけどもじゃあ告知お願いしますはい過月では10月もライブがたくさんありますはいその中で気になるライブを一つ紹介したいと思いますはい 10月8日土曜日から10月10日祝日の月曜日までうちなんちゅ、えー、芸人スペシャルというのがあります<ー>でこちら出演がスリムクラブさんですとかセブンマイセブンさん<ー>大自然さん<ー>筋肉金魚さんとあと沖縄芸人多数が出るということになっておりますいろいろですね内地で活躍している沖縄の芸人さんもね、はい、来てくれますのでぜひぜひ皆さん足運んでいただきたいと思います,いますそして,そして 先ほども出ました10月4日から上映開始の沖縄を変えた男、うん、こちらも劇場で見ていただきたいと思います,す、ね、沖縄芸人もたくさん出てるからあこの人も出てるこの人も出てるっていうのを皆さんでも知ってる人が多いと思うので、ね、楽しみると思いますぜひそちらもご覧になってください、はい、そしてで沖縄おもろおばけ屋敷でハロウィンキャンペーンが10月1日,明日からスタートいたします。はい はいえー、そうですねガラポン抽選会ですとか、うんえー、ハロウィンにちなんだ、うん、あのオレンジ味と青り、うんご味このお化け足の色ですねお化け屋敷の色の,あのアイスクリーム これをブルーシーズさんとコラボしてブルーシーズさんの各店で販売しておりますんで明日から販売開始ですので皆さん個数限定ですので急いで食べてください <laughs> 急いで食べてくださいなんかおかしいなささっ何かいろいろ食べ方欲しいな、うん、まあまあ足を運んでね、はい、えー、食べていただければと思いますよろしくお願いいたしますそしてそしてえー、これはですね29日30日ええー、違うえー、10月の最後だから、うん、10月は何日まであるんだったっけな <laughs> 10月ですか？31日になりますよ。31日になりますね。うん、30日、31日限定なんですけども、うん、あのアポロン山崎さんの占いの役かというのがオープンします。ああ有名ですよね。はい。アポロンさんのもう5万人以上あれ？10月あそうだね31日までね。うん。 あ、じゃあ二十区と三十だ間違えました。それで二十区土曜日と三十日日曜日。うん、こちらですね、アポロン山崎さんがもう五万人以上これまでに占った方ですけれども、うん、占いの方が二日間限定でオープンします。はい、これはチケットしもとれチケットを販売しておりますのでよろしくお願いいたします。はい、ということで、そして僕の方からですね、えっ、ー、とリューボーストアからの。 お知らせなんですけども、はい、普天間流暴サンフティーマ内ですね明日10月1日土曜日3時から6時までの間秋の第一食会を開催しているということですので<う>え皆さんよかったら、えー、普天間の流暴、ねえー、そちらの足運んでいただきたいと思いますね、いろんな、えー、イベント目白押しでございます皆さん明日から10月楽しんで 頑張っていきましょう、皆さん。ね。ということで、今週お送りしたのは、サキアマックスと、シーマン東とうごでした。ありがとうございました。ま,したまた来週。また来週。